ばんは、山本克富です。よろしくお願いします。なんか明るいな、めっちゃ飛んでるな顔がこんばんは。始まるよ復讐の惨劇が。これぐらいかな、明るいプラス、まあいいかそうそうそう、あ、つたかにみそさん、そう、女優ライトが明るいかな。復讐だ復讐だ。いや、あのね、ちょっとねアーカイブをちょっと見直してみたところ、前回あのバナナを僕が作った武器のねバナナを取られたじゃないですか。その時の3人組がね、どうやらやはりトライブの面々みたいで、で肝心の僕のねバナナを取ったのが実はミリアドちゃんじゃないかっていう疑惑出てますんで、ちょっとねこれ知らなかったけど、今から考えるとやっぱりそのそういうなんか選択肢でね、あ、ミリアドちゃんの味方につけなかったって思ったけど、でもやっぱりこれ運命なのだなっていう、そのミリアドちゃんとはやはりねあの敵対になる運命なのだなというところなんですよね。え、そうそうよそうよ、どうだろうね、持ってるかな、ミリアサタンさん、ミリアドちゃんまだバナナ持ってるのかしら、持ってんのかな。そう、敵対する運命だったのだよ僕たちは。ということで、あ、今日はね、ちなみにあのあれ、もがみさんはね別の世界に行ってるので、あの今日は僕一人でねこのモフモフワールドに特攻したいと思います。よろしくお願いします別の世界、そう、別の世界線に行ってるんでね、うん、うん、コメントに当たりの、そうですね、当たりありますね、はい、ということで行ってみたいと思います。せい、あ、そうだそうだ、音ね音を、いや今回からちょっと、まあ前までねちょっと日本語のナレーションが入ってたんですけど、今回ちょっと英語にね、英語のナレーション入ってきますんで、かっこいいんでね、びっくりしないでくださいね。そうそうそう、うん、と鉄柱さん異世界転生したんだな、もがみさんはな、うん、あ、こんばんはこんばんはーつって、あ、キーピーさん挨拶してくださった方ありがとうございます。初めての視聴楽しみます、よろしくお願いします。そう、日本語と英語で、音声が一応、まあ、途中でもしかしたら変えるかもしれないんですけど、音声が英語で、字幕が日本語になってます。ちょっとこのゲームね、なかなか訳が独特なのでね、ちょっとね噛み砕きながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。イエイイエイ、じゃあ僕も異世界転生しちゃうよ。よし、続ける。うん、そうそうそうなんですよね、翻訳がなかなかどうしてゲーム始まると白いな。そうそうそう、うん、そうなんですよね。さ、そうそう、前回から
の続きということで、あれ、グーフどこ行った。あ、いた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 、ね、グーフさんからスタートです。よろしくね、えい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 、よろしくお願いします。なんかね、かっこいいですよね。うん、ちょっと今ね、ジャーナルを見て、結構ね、僕あのいろいろやりすぎてね、メインクエストがね 1,2,3,4,5 個もね、あのたまりにたまっております。まあ、ただこのグープさんのところはね、ちょっとん三つ頭のポーキーバグと対決するな。とりあえずトライブ戦争、生命の木、敵のね、これ全焼基地かな。どっからやってもいいのかな。そう、あ、それでね、こう、じゃあちょっとグープさんだっけ、グーフさん、そうそう、どの言語でもね、いい声なんですよね。そう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 、ね、そうそう、日本語の声もかっこよかった。ええ、こういうのね。He shouldn't need to remind you that he needs scrap to upgrade the Googlide. で、僕のなんかいろいろね、ちょっとね、考えてね、謎がいろいろ解けたんですよ。僕の頭に直接語りかけてくるね、このかっこいい声あるじゃないですか。これね、最高の物語は英雄についてのストーリーだ。そしてこれは、あ、消えちゃった。これなんかその、お、そうそう、イマジナリーフレンドが、頭の中のイマジナリーフレンドは、あのね、イマジナリーじゃね、なかった。実はこれあれなんですよ、あの実はこのあれ、オートマン、このオートマンが喋ってるんですよ。そうそう、バッタの声、そう、くるみんさん、この人が喋ってくれてるんですよね。向こうの言語を翻訳してくれてたりするんですよ。だからその多分違う動物同士でも喋れたりするのかななんて思うんですけど、うん。あ、ニャンゾーさん、オートマン、ピノキオのコオロギみたいなポジションかな。そうかもしれないね。そうらしいので、このいい声で喋ってるのはこのバッタということで、うん、そうそう、コスモさん、生き物版翻訳こんにゃくみたいな、そうそうそう、みたいな存在だったんですね。そうなんですよ、うん、そう、イマジナリーさんじゃなかった。そうなんですよね、という感じで、進めて行きたいと思いますが、まあ、まずですね、私はどこに行かなければいけないかというと、待ってね、マップ、あ、こう結構いろいろあるんですけど、まあとりあえずでもグープさんのクエストをちょっとやってみましょうかね。レベルもね、上げていかないとね、装備がなかなかあの難しいので、うん、ジミニーね、僕あの某パークでジミニーに会うと、あの豆マンって言ってしまうんですよね。ちょっとね、豆に似てる、ね、なんだよ、あの枝豆の中に入ってる豆に似てるからね。
ついつい豆まーんって言ってしまうんですよね、うん、そう、よかったらあの画像検索してみてください。豆まんに見えますか、ね、さあということで、He shouldn't need to remind you that he needs scrap to upgrade the Googlide. 下水トンネルに入る。ちょっと待って、僕の操作というかこのこれね、これちょっと邪魔なのこれ。ウェイポイント。これだね。下水に入る。You can't really understand your story till it's done. どっから下水に入ればいいや。常に迷子と背中合わせだからね。僕は。お？ここから入れた。あ、ここから行けるっぽい。まあちょっとグーフさんと久しぶりの再会を果たして。よしよし。えい。まあさ、その豆まんたまに虫食ってたりする、怖い、食虫植物みたいな、食虫じゃないか、あでも食虫植物だね。ちょっと待って、よっしゃーい、サルベージ、サルベージっていう単語を当たり前のように使っているけども、これえ、あそこなんかこれ渡れるんじゃないの、ちょっと命がけだけど、ちょっと行ってみるよ、これちょっと、あダメだった、あれ生きてる、私、あ死んだ、ちょっと待って、ちょっと待って、あの縄をさ、縄をいけるんじゃないの。いや、Seems dirty down here in the dirt. 泥だけだらけ。これなんか渡れそうだけどね。違うのかな。あれ、なんかあるよ。あ、また帽子を。ちょっと待って、これなんか。捕まるとかないのかね。いやこれ絶対これだよね、これ、え、あ違う、グーの推移ってなんだよ、下げる方法を探す、いやこれ絶対そうじゃんね、あれかな、タイミングが悪かったのかな、ちょっともう一回ちょっとあれかもしんないけど、ちょっとやってみますね、これジャンプでしょ、いったー、さすが、ちょっと斜めになってるね、あぶない、ああそういうことね、はい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 、なるほど、バランスが大事だと、あまた私の得意な OK、 黄色カチャッ、もうこんなのはもう、あれ、こうよし、英語の声はちょっとあれだね、優しいね、優しめだね、ね、そう放っておくとバランスを崩して落ちる、え、あで水位を下げたので私はもうこの下に降りれると、わあ、あそういえばですね、あの結構このバイオミュータント早くも大型アップデートが入りまして、あの銃がちょっと若干弱体化されたらしいんですよ。で、どうだろうね。まあでもそんな
そんなことを、そんなことも影響せず私は飼ってしまったのだ。あ、ここ何でしょうか。あれ、あ、壁、そこには壁、壁、あ、ここ、ここが、あれ、あれ、あれ、あ、はいはいはい、クロンクフィストで壁を突き破る、これだな。ちゃちゃちゃ、よいしょ、よいしょ、あ、割れた割れた、あともうちょっと、せいや、暴力、パズルが多いですね。回路基板パズルを見つけた。 OK、 選択スライドを決定するには次を使う。はいはい、ライトの色を変えるには次を、はい、どれかのライトの色を変えるとその両隣のライトの色も変化する。できる限りの手段を使って全てのライトを緑色に変化させよう。は、全てのライトを緑色に。これもう僕もう分かりましたよ。これこうこう、おっ、全然分かってなかった僕だが、結果良ければ全てよし。ツルダンス、あっツルダンス、そうだよツルダンス、そうだからツルダンスの威力がまあ強くなったってことですよね、きっとね。やはりこれなんか日本語のあのに出るにあの技を出した時に日本語のフォントが出るじゃないですか。これ例えばその英語に変えればあれも英語で出るっていうことなんですよね、きっとね。でも僕英語わからないから。トンネル内を進む、上にあるんじゃない、登りたいのに登れない。え？おや？階段。降りてきたとこか。トンネル内を進むだからこっちでいいのかな。ロッカーを開けます。なにこれ？お面だよ、お面、お面です。怖い怖い、うん、まあ見ようによっちゃ可愛いか。クレイジーフェイス、ちょっと一回かぶってみる、ちょっとかぶってみるか、ちょっとせっかくだからね。顔何もつけてない。あれ？頭？頭？あれ？俺のクレ、あ、来た。うわー！うわー、可愛くない。これは可愛くないけど強いな。強いな。だが、いやー、これも可愛いね。結構いろいろ手に入れたんですよね。バケツヘルムとかね。かわいい。そうですね、さゆさん、儀式的なのに使われそう。確かに強さか可愛さか、いやーいやーいやいや、いや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 、まあでもちょっと服ちょっとこれワンピースだからね、これ。まあでも強いんだよな。これ結構かっこいいの手に入れたでしょ。これこれでその最初レベル上げなきゃいけないって言ってたじゃないですか。
え、ボロコンさん、え、いやよいやよも好きなうちになりますよ。確かにね、慣れって怖いよね。可愛く感じちゃうんだよね。このなんかこういうので、そのアーマーをね、いろいろ変えるにはレベルを上げないとつけられない装備とかが結構あるんですよ。ちょっとかっこよくしようかな。ちょっと装備 look snug. ちょっとじゃあlook smart。 ちょっと帽子ね、かわいい。いや強いのがね、あんまりなんか、クレイジーフェイス。ちょっとじゃあこれでちょっととりあえず行ってみるか。これでね。怖いんだが。さ、やってまいりました。すごい。やばい、怖いねこれ。じゃあちょっとスクショ撮っとこう。いや怖いな。まあ、すぐ外すけどね、とりあえずね、ちょっとだけだからね。よし、でこれもあれかな。あ、もうダメか、ダメだ。あ、ということはあれ、ちょっと待って、この上にね、私は行きたいんですよ。ということはですよ、これもか、違うかも。トンネル内を進むっつっても、もう迷子だよ。傘ないもんね。ちょっとゆっくり回そう。ちょっとうごうごしてるから もしあの画面あれな方はちょっと目を外しといてくださいね。目を外しつ？ホラー以外の何物でもないねこれ。あれ、トンネル内を進むってさ、進みたい気持ちは山々なんじゃが？ちょこの上なんだよね。ちょっとあの広い場所にちょっと行って、もう一回見てみるか。どこ、あ、あっちだね。なんかいろいろあるけど、え、どうやんだ、どこ、トンネル内を進むね、怖いですね。取り外し可能眼球、ちょっと待って、よし、あれ、どこにも行けない。どうしたらいいんだこれ。いや、活路はあるはずだ。え、あ、なんか二段ジャンプができる。Feels dank down below the dirt. 泥の下はジメジメしている。確かに、まあ、泥の上もジメジメしているけど、これはどうしたらいいんだ。この上に行きたいんだけど、あれ、あ、うん、そんな謎解き、さっきの上の方から。そうだよね。てかこの上にどうやって上がるんだ。落ちたはいいけれども、こことか登れるのかな。おーたまー、え、なにこれ、クライミング
クライミングスポットを見つけた。通常の移動と同じ操作で岩棚を登っていこう。登るのをやめるにはジャンプで飛び降りる。なるほど、なるほど。ということはもしかしてあそこにも登れる場所があったりしたんだろうか。なんか登れる場所がないない。ない。帰ろう帰ろう。して、そうそう、クライミングを取得したよ。なんだろう、でもなんかこう、こっちに行きたいじゃけど、ま、とりあえずだな。置いておこう。とりあえず来ましたと。ここは来たと。あれ？これ何？え？何これ？え？迷子迷子。迷子だよ迷子。This could be the beginning of the end of everything. まずだ。まず、こっちにはな、いろいろミッションがあるんじゃ。お？ちょっと。え？なんかペンギン？黄色いペンキの場所がクライミングだった。そう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 。え？ペンキついてるところあった？マジで？行こう。そうそう、今はこのサルベージのグープさんのミッションが、そう、メインストーリーのミッションをやっているという感じですね。の走る走る、ほれーい。黄色いペンキ、黄色いペンキ、黄色いペンキ、こっちだよね。え？なんかあった？黄色いペンキついてた。あったー！ある！さすが。ありがとうございます。ハッケル、ハッケル、え？ちょっと待てよ。出してやろうじゃないか。あれ？でんでんでん。あら？え、でででで。もう技を出せば出すほど、これが俺のツルダンスだ。よし、なんだろう、急にスローモになる。コッパータッチ。オムオム
これあれだな、なんか腕にパチンってするやつみたい。よし、突然だわ、全然ハゲてないじゃん。え？ Darkness cloaks the world。 ああ、そうなの、暗闇は世界を救う。よし、覚えておこう。我は闇の戦士。違うんだよな、今光なんだよな。お、残骸ボックスをサルベージする。残骸ボックス、残骸ボックス、不穏すぎない？残骸、残骸、新しい武器が作れるんじゃないか。はい、曲が、音が、おおや、敵なのか味方なのか、あの味方たちは、カタタたちは敵だった。ゲリラミニボス、全然ミニじゃないんだけど。スマッやったな。私の基準スラムだ。いや、強い。スーパーだっけ？スーパー？いや、何なのかね。全基準スラム。ないか。え、生きてる人じゃなかった、ロボットだったんだね。クリック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 ユアハートだよ。よし、お、なんかあるじゃない、タティックリー。今蹴り飛ばしたな。いや毒々しい色ですな。みんなあれだね、あの、死んではないよね、まだね。あ、これは Disgusting Biohazard Just Gross Just。 お、あ、ん？ Google ライドの部品、 Google ライドの部品ボックスを見つけた。このグーグライドっていうのは多分あのグープの多分水の中とかで使える乗り物じゃないかって僕は予想してるけど、グーグライドってグーグライドのカスタマイズの部品が入っている。はいはい、グーグライドっていうぐらいだからね。あら、してえ、なにこれ、可愛いんだけど。スクラップダック、これはあれかな、武器とかにつけられるのかな、これ。これはあれですね、宝物探しだね。ちょっとあれか、ホリホリはなんかいろんなところに あるのかな、いろいろ。お、ああ、これかな。トクサノールズオフショードリリングコーズドオイルマッターとスプレッドウィッドレインアンドコンタミネートボースグラウンドウォーターアンドオープンサーフ。ブラック企業トクサノールズオフショードリリングコーズドオイルマッターとスプレッドウィッドレインアンドオープンサーフ。ブラック企業トクサノールズオフショードリリングコーズドオイルマッターとスプレッドウィッドレインアンドオープンサーフ。
なんだろう、英語がかっこいい。 This story is as powerful as you'll let it be. お前次第で物語は常軌を逸したものになる。この世界は、ね、僕のことをみんなお前お前と言ってくる。回転パズル。またあれですね、色合わせですね。うん、え？確かにドラえもんの秘密道具にありそう。グーグライドー、ライドじゃねえよグーグライドー、こっち、はい、でこうこう、はい、でこう、just a few moves left, make them count。 完了、 OK、good、 that's enough electric current to initiate the actuators andActivate the framework. アクチュエーターを初期化して何かを起動させろ。あ、でもなんかグープのとこに戻るっつった。あれ、ここあそこにグープいるとこじゃんね。あ、なんだここ。まあとりあえずいっか、待ってっからな。グープが僕のことだけを、この強がれた世界で僕のことだけを待っている、大切な友人、その名はグープ。持ってきて。ルパンめ、かわいい。何だ。ザルーヤ。お。ガンドワリ。He's got the Google Eye functional. You'll have a pull hook and a salvage net, but no armor and an engine strong enough to break through the thick goo further out. これでプルフックと引き上げネット、そしてドロドロの、あ、エンジンを手に入れられる。だが構想はない。プルフック引き上げ、引き上げネット、なんか宝物でも。引き上げネットとは。There are lots of valuables left behind on the surf floor. やはりサーブを漂っているまだ使えるものを回収できる。You just need to find the right spots.Goop says Gizmos devised a cannon for the Goo Glide, but instead of bullets, it flips quacks, squeaky distractions for the triple attentive Porky Puff, which will give you time to get yourself in position. The best way to find quacks is to talk to Gump. He has the bearings of the surf archipelago and knows where the quacks like to float.This means you will have the privilege of visiting Gulp in the Sinky Dink.He'll be able to give you directions to where you'll find quacks. え？ガルプが初耳なんだけど、ガルプって何ですか？ He only knows what's visible to the naked eye. あ、人の名前？ガルプはおしゃべりが好きじゃない。 And mostly keeps to himself and his drink. 酒飲みだな、ガルプは。お？グーグライド、通常の移動操作を用いてグーグライドを操縦できる。加速もできると。あ、これで水がいけるようになったってことですね、これ。おお、座礁するんだ。Heroes are only heroes for others, but they do the work, or they're heroes to no one. あ、これに乗っていくってこと？あれ？あ、あ、たった。ちょっと行くか、海の旅に。全然ミリアドちゃんとのところに行けない。ライド。濁点がね、なかなか難しいだもん。濁点と丸も。よくわかんない、ね、お、なんかあります、ね、Dismounted. 降りた。あれ、なんなのかこれ。ぐしゃぐしゃじゃないか、掲示板が。あ、これね、この緑のバッタさんがオートマンね。この優しい声が。よし、ガルプ
ガルプ、ガルプさんは加速、加速もできる。これ今加速中です。Welcome to the Surf Epilogo, where the horizon rests on the surfy goo.降りた。そう。ちょちょちょ、座礁座礁。座礁しとるよ。やべ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 。こう、危ない危ない。よそ見、危ない。お、あ、いるっぽいね。なんか、あ、なんか、焚き火しとるよ。とりあえず、とりあえずこの人に話を聞いたら、何、新しい場所。はい。新しい場所に来たけど。向こうで、あ、座礁しました。座礁、ちょっと座礁、危ねえ。 It's a game of life, yours and everyone else's. もう壊しちゃった僕、これ。 Time to jet. 室長、ちょっとこのままこう、あ、OKOKOK。 すぐ物を壊すから。よし、あそこにさっき言ってたガルプさんがね、いるらしい。This here is the Sinky Dink, home of Gulp, at the very least. よいしょ。やあ。これはモフモフじゃねえか。え、どっち？え、あのでっかい方が？でっかい方が。でかHe's pretty sure he's heard of you before, although the details are maybe a little hazy. He wonders if you have something for him to drink. それより何か飲み物を分けてもらえないか。え？ガルプさん、あった？あった？覚えてる？え？酔っ払い？何を飲む必要があるんだって。Points out that he's hungry too, but always thirsty for more. それより says you look like you've got a powerful thirst to do something in this world. Good, bad, not really sure, but it seems like you've been drinking in your destiny and liking the flavor. Wonders if you could take the time to help a man slake his own thirst. You'd be doing him a liquid solid.You're a do-gooder, so you know you want to. Either way, he hopes you find a way to wet your whistle before the world comes to an awful dry end and leaves us all thirsting for more. Says life's like a mystery drink. Sometimes it's amazing, and sometimes it's awful. But either way, you can't stop drinking till you're dead.死ぬまで、うん、はい、やるんだ。 Sure, that's the point. But you can't stop trying new ones. 確かにね。 新しいことに挑戦するのは大事。 Says you should toast the end of the world, but you'd better hurry. It's coming soon. 急いだ方がいい。終わりが迫っている。Respects how you always try to help, no matter that the world's fate is hard to swallow. Thinks it's funny you wound up with the jagger. They drink so little, like birds. あ、そう。マスクかぶってるから飲めないんじゃないの？マスク外さないといけないから。Guesses someone has to be, but he can't swallow the sight of it. But who cares about them? Says you'd be as bummed out as him if you came for the hot stuff. The glug mocker, Nimhim Bibble, and his favorite radium syrup. あ、くるみさん、そう、ジャグニーってこの前仲間にした鎧の人たちです。そうです、そうです。Without a drink and radium syrup especially, he can't move, much less think, as the power of his mind is directly proportioned to the quantity of syrup he swigs. That's why he's called Gulp.
The drink helps him forget the state the world is in, but it only lasts until tomorrow. The world is still doomed, even if the sun goes up. 翌日には目覚めてしまう。結局日が昇っても世界は破滅に向かっている。飲酒問題を抱えてるんですね。Figures the real problem is finding something to drink. 飲めるもんね。He wants you to know he has other interests too. He's the surf archipelago self-proclaimed ornithologist, for example.There are other ways than a cold drink to relieve stress, even in these dark times. And fortunately for you, he can help. Watching Pippi's flap is calming, but better yet are the ones you can look at and touch, like quacks. Squeezing them is a great way to relax. Quack を見つけて抱きしめれば、お、きっとリラックスできるだろうという。へえ。君を抱きしめるとしよう。Says he's not sure you can. Physically, that is. There's no squeeze in the world able to counteract his expansiveness. 彼自身ジューシーに溢れ出る存在だから。どういうこと？汗ばんでるってこと？これ、あれかな？日本語の音声の方がいいかな？の方がなんか分かりやすいよね。ボイスを英語にしてみたもののもののね、日本語にしとこう、汗ばんでる、汗ばんでる。これなんかいろいろクワックのことを忘れずにいるんだぞとガルプが言っている。クワックを各地で抱きしめろってことね。まあ、とりあえず水移動はできるようになったのでね、そうですよね、うん、英語がね分かればいいんだけどね。じゃあね、水移動ができるようになったので今度はですね、あのグープにまた会ったじゃないですか。もう一人あの武器作りを僕に教えてくれたあの方がね、まだあのギズモがいるので、ちょっとそっちにね行ってみたいと思う。ちょっと日本語に設定しました。そうだよね、そうだよね、エミーさん、そうそう。か、字幕がぼやけて、うん、じゃあちょっと次はね、そうそうそう、バナナの作り方を教えてくれた人にちょっと会いに行きます。よいしょ。よいしょ。あれ。あ、ここか。よいしょ。よいしょ。そうだ、そういえばですね、あの前にあのジャグニさんの仲間になった時にコンボをいただいたじゃないですか。コンボをね。で僕今そのメインハンドにあのなんだろう、ナックルつけてるんですけど、このコンボジャグニトライブのコンボはね結構強いんで、ちょっとコンボをちょっと試してみようかな
っていうのと、あとちょっとね、ワンフ、新しくこのワンフを習ったこの近接攻撃のね、このジャグニトライブのコンボのところに、見てこれ、スティッキーフィンガーっていう技があって、まあ単純にこれ攻撃なんですけど、スティッキーフィンガーってあれじゃんね、あのそうジョ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 スティッキーフィンガーっつってっていうのがあったんすよ。あのおかっぱのね、あの紫のおかっぱの方、そうそうそう、あ紫のおかっぱの方って、そうぶちゃ、はいはい、そう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 、圧倒的いくらさん、ぶちゃ、そう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 、ぶちゃさん、ぶちゃさんね、そう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 、うん、だからちょっとね、コンボをちょっと使ってみようかなと思います。ちょっと誰これ、誰だよこれ、誰なんだ君は。影も形もないね。まあそんな感じでちょっと太陽があっという間に昇る。ちょっと私はおおおお、あぶねえ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 よ、あぶねえ、あぶねえ、お、え、そう、お前は何でもできる。さて空は限界だ、これを大地に持ち帰ろう、持ち帰ろう、わい、持ち帰ろうっつうか。おお、本当に最後までやりきって炎に包まれたな。確かに日本語は安心するな。びっくりしたわ。くるみさん、お面してると一人で祭りを楽しんでる人みたい。愉快で、ね、愉快愉快。主人公じゃないんだよな、これな、絶対。どうした？ね、そう、酔う人酔いそう。ちょっとぐる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 しないように気をつけなくっちゃ。特にあれでしょ、戦闘中僕回るからね。そう、あ、ジャグヤードやってまいりました。ジャグヤードこんちゃーす。で、これちょっとジャーナルをね、あれ、あ、やってきた、グー、え、あれ、シャグヤード、ガラクタ探しの時か、エレベーターでやってきたけれども、あ、さっきのとこに戻ってきた。ここはチャグヤード。あれ、いないじゃんね、ギズモ。これは遠足ではない、本番だ。ギズモおらんやん。これがエレベーター乗って下にいるのかな。トクサノールがサーフに廃棄した使用済み核燃料は海洋生物に悪影響を及ぼし、埋め立て地は地下水を汚染した。これらの影響が積み重なり、彼らは坂道を転がり落ちるように破滅への道を進んでいく。これは遠足ではない、遠足じゃないんだ。お、あ、いた、あれ、なんかすごいの作ってんじゃん。私のウォンド語の理解が足りないのかもしれないが、どうやら庭で爆発を起こしたのはお前だと思っていると言っているようだ。バレとる。おお、お前のことを知っているようだ。お前は昔彼のことをギズモと呼んでいたらしい、うん、ギズモ。この油まみれの手でお前にアップサイクルの基礎を教えたそうだ。ギズモはお前が優しい子供だったと記憶している。そう、優しいですよ。そしてまだその両親のぬくもりを感じることができるそうだ、うん、
だがギズモは経験上記憶が当てにならないことを知っている。物語を知ってはいてもその裏にある真実は本人にしかわからないものだ。意外とルパルパン、お前母母さんお前パーティー始まった、パーティーライン、俺もあんたを覚えてる。彼がアップサイクルについて教えてくれたことを覚えているだろうか。少しは役に立っていればいいがと言っている。合体させたやつ。ルパルパンがお前の過去、現在、そして未来の大部分を占めるであろうことを彼は理解している。マジで？彼はまだ誰にでも善の部分があることを信じている。お前はまだ明日への希望がある。お前は運命の意味を理解するべきだと言っている。それは常に道を示すが、歴史に自分が飲まれてはいけない。いや、何度言われても同じだよ。復讐あるのみ。許すまじ。ギズモはお前がまだ強い感情を抱いていることを理解しているが、その感情をコントロールしろと言っている。何？それがどういう結果につながるかはその目で見ただろう。闇より輝けるものなし。いや、つまり、いやー、闇より輝けるものなし、そんなことはないけど、そんなことはない、そんなことはないよ。もう希望がないと思った時に希望が舞い込むんだ。光に目がくらむ。新しい朝のごとく輝く。また光に行ってしまった。次は直感に従うべきだ。お前の暗い闇の直感に。いつから復讐が闇だと。生命の木が枯れて何もかも道連れにするのを見るのは忍びない。お前が戻ってきて変化をもたらしていることに感謝しているそうだ。お前は彼らに残された最後のチャンスだったのだと。だった？ジャグには気に入っただろうか。なんで過去形？彼らは常に故郷に閉じこもり、周りにあるものを集めている。だがそれは今は重要ではない。過去から現在に至るまでに多くの時間がかかったと彼は言う。お前がここからどこに向かうかは自分次第だ。少なくとも今だけは過去を振り返るな。彼はデッドゾーンの真空から身を守る術がないためアンダーヤードから出ることができない。そこでお前は手始めに外側の古い木箱からメクトンを改良するためのスクラップをサルベージするべきだ。スクラップを回収したら戻ってきてほしいと彼は言う。ジャンボパフと戦えるようにメクトンを強化するには時間を無駄にできない。ジャンボパフ？大きくてふわふわだからだそうだ。彼が初めて見た時に名付けたらしい。あの青い色は名前に反映されていない。あれ、ぐるぐるします？ジャンボパフ？あ、ちょっと待って、またもや何度も勉強しない。ちょっとカメラの失礼します。ちょっとカメラの充電をよいしょよいしょ。ちょっと斜めったかな、大丈夫かな。スマホは大丈夫。たまにか。大丈夫？よいしょ。
いしょ。さて、もうガラクタを集めろって言ってね。お、なんかいる。ティガー？ティガーじゃないでこれ。え？アライグマ？何か。え？何やってんの？何やってんの？ギズモ。え？怪しいことしてんじゃないの？ちょっと。食器か。ギズモはできれば手助けしたいそうだ。それだけ。何やってん？世界にはもうオートマトンはそう多くは残っていないはずだと言っている。何か隠してる。何やってんの？子供の頃からお前は心優しかったが、今でもその優しさは変わっていないと言っている。大事なことはもう言ったそうだ。ギズモはできれば手助けしたいそうだ。また。これは全ての終わりを意味するかもしれないし、いやなんか怪しい、全ての始まりを意味するかもしれない。怪しいのは僕か。そうだよな、急にこんな。とりあえずでもこの旧友2人にとりあえず会ったので、ちょっと戦いに行って、ノックされている。戦いに行って、これもスイッチが合うように一列に並べる必要がある。待ってる。もうお手の物ですわ、こんなの。残りは数手だ。無駄にするなよ。どう進めるかな。よし、アクチュエーターを初期化して、うん、フレームワークを起動するのに十分な電流だ。あ、外に出れた。ギズモにはあったけれどもやな。ちょっと、ちょっとそろそろみんな待ってるから戦いに行かなくっちゃね。戦いに行こうか。ミリアードちゃんを倒しに行くっちゃよ。ここだから、ここね、ここに行きたいから、ちょっとファーストトラベル。パズル、そうね、結構出てきますよね、パズルね。こう、こう行って、あれ？なんかすごい遠いんだけれども。あ、2個あるってこと？敵のドンプ。とりあえずここ、ここに行こう。暗闇では遠くが見えにくい。こんちゃ。ゲット1枚ください。お前が彼らと敵対する者の仲間であることは知られている。バレてる、ね、入れてもらえないんか。ここから落ちるわけにはいかん。あー、ということはですよ、こっちから行くか。こっちから行こう。
敵の陣営にな入り口から行ってしまったよ。できん、できんだよ、できん。あれ来た、あれ、俺ちょっと待ってよ。えいや、あ、なんかある。なんもない、なんもなかった。なんかあると思ったけど何もなかった。幻だ。ほいっ、下だね。下。あ、自然の音楽が心地よいな。あ、ま、回っていけそうですね。もう降りるしかないね、これで。あー、いて、なに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 、怖い、怖い音する。誰誰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 だ。見えん、見えん、何も見えん。お、あ、津波、津波、津波トラスト、スティッキーフィンガー、スティッキーフィンガー。さて、孫悟空みたいな。ああ、なんていい景色だ。癒されるな。またチャグトンネルだ。走ってくるチャグチャグには注意しろ。チャグチャグ、チャグチャグ、チャグチャグ。お、だ、ここで新しいものを拾う。はい、トンネルミニボス。おい、ミニじゃないんだけども。いて、ストスかっけー、かっけー、かっけー、かっこいい。あれ、あれ、ちょっと待って待って待って、また僕どこどこどこに閉じ込められっち。なんか僕みたいな人いなかった？飛ばしてやれ。強い、強いね、このコンボ。吹っ飛ばしてやれ。だいぶ痛めつけたな。よし。アリエッティ。どれくらい地下深くにいると思う？え、どれくらいだろう。上げたいんだよね。とりあえずこの前線に行ったら宝探し。あれ、てか私はどこに迷い込んできてしまったの。あ、何かある。
ルブスコープで、とりあえず部品をいろいろ集めたものの、あ、これあれだ、これなんかスクラップの、よし、お前にいいスクラップをあげよう。なんかいっぱいもろたな、もろたよ、もろた。これ何か、お宝があるんじゃないの？このあの前面の白い布はなんだ？なんだね。何も見えんが。お。よし。行こう行こう。あれ？敵のこっちだよね。こっちね。どっちでもいいのかね。なんか竹やぶだ。なんだっけ、違うかな、合ってるかな。もうすぐ暗くなるぞ。傘、傘、傘エッティ。お、あ、これ。よし、お前にいいスクラップをあげよう。これはなんかあのなんかトーテムみたいなやつで、ん？トーテムみたいな感じだな。スクラップの山でアイテムがいっぱい手に入る。ああ、ミリアドちゃんの仲間やないの。でっか、クスボックストス、やはり私は 銃が向いてるようである。あ、そうだ、Y ボタンで、よし、毒を押して、飛ばしてやる。痛い。よし。これで。まだ真っ暗だが、夜明けは近いはずだ。回復しようかな。ヘルスパック。焚き火してたん。ここで、よし、なんかいい防具が欲しい、お、欲しいな。まあでも今のところ、そうそう、ハエの毒です。ハエの毒。ここはとても静かな場所だ。あ、休んで回復するのにちょうどいい。時間がゆっくり過ぎていく。回復しちゃったよ。回復できるんですね、これ。なるほどね。大丈夫かな、これで。とりあえずでもなんか今のところ危なげないから、これでいけそうですよね。ドライブ参りました。ガチャ。ミトレモップ全勝騎士だ。ミリアドトライブはかつてここで瞑想していた。へえ。瞑想していた。
あ、仲間じゃない。いらっしゃいよ、ルエワノチャイ。お前のことを待っていたそうだ。あ、ありがとうございます。彼らは前哨基地に破壊と死をもたらす準備ができている。うん、相手の防衛網はどうだ。教えなこま。彼らは昨晩この前哨基地を偵察した。うん、お前ならこの程度の試練は乗り越えられるはずだ。マジか。偵察隊が前哨基地の付近でガの巣を見つけたそうだ。破壊すればガは新たな住処を求めて周辺を飛び回るだろう。サムライ仲間。確かに。偵察隊が前哨基地の付近で蜘蛛の巣を見つけたそうだ。破壊すればガはガ呼ばわりですか。うまくいかないだろう。そうだな。すべて計画通り行けばガはブンブン飛び回って大暴れしてくれるだろう。ガガ全焼基地を狙う前にガの巣を破壊すべきだと言っている。ガの巣ガの巣お破壊暗いな。なんかあるよ。なにこれ、どうすんのこれ。あ、これロッククライミング。地下では気温がちょうどいいし安定しているのが救いだ。ロッククライミング、ヒギロッククライミング。怖っ、自分が怖い。おー、うわー、あそこにあるのがガノスだ。ジャッジャとジャッジャと終わってしまいましょう。よし、すんませんね。なんかいいから破壊するんだ。怒られたけども、なんかすいませんね。いや、なんか上のものがやれって言うんですよ。残虐だな。このなんか敵の技かスローモーションになる。広い場所に出よう。待てい、待ちなさい。うまく当たった。一丁上がりだ。すごいね、二人一緒に。いてー、スティッキーフィンガー。なんかもうちょっと正義の格好がいいな。お面欲しいな。お面っていうか帽子か。いい帽子が欲しい。え？ガレントズ。意外と強いよ。コックストス。吹っ飛ばしてやれ。トス。トス。トスアタック。レベルアップしたよ。さて、レベルアップしました。僕が上げたのはあれですね、生命力、腕力、
と知性、知性、俊敏、運。運もね、結構そのクリティカル率に関わってくるし、お宝引き寄せ率いいから、なんか運上げるの悪くはないと思うんですよね、私ね。どうしようかな。やっぱでもスピードかな、逃げるスピード。スピード上げてもでもな、回るだけだからな。クリティカル率、運を上げよう。いい装備が欲しい。いい感じだ。そう、ラッキーボーイになる。ワンフー、ワンフーさんもね、これがクラッシュ二刀流ドランクンキャットサイクロン。ちょっとなんかいろいろ取得しとこう。クラッシュ、タイガースロー、色ちょっとワンフーをちょっと取得させていただきますね。で、バイオポイント。私今あの毒顔怖い。ジュチコさん顔怖い。そうなんだ、何をやるべきかな。キノコ、キノコいいじゃんね、これキノコ。高くジャンプできる。あとはバイルバイルを使うにはアビリティを割り当てたボタン、あ、プレイヤーが向いてる方向に毒の泥。キノコ楽しそうだな。これは？あ、これ使いたい。ちょっともうちょっと貯めよう。で、再能力、再ポイント、シズルボール、闇のオーラが必要とかあるの？アップグレード、とりあえずこれはちょっと全部上げとこう。よし、運が高まったところで新たな、そう、貯蓄、キノコ、ドゥン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 のキノコ、キノコだけ残すぎ、ガオ、あと1個はトス、つっかえて入ってこれないで。そんなことはなかった。あ、でもクリティカル結構出るようになったから正解かもしれない。うまく当たった。運はいいのか。運を上げていこう。
何か。ボックストス。はあ。よしよし。おやつ食べようって。そう、運極にするよ僕は。すべては運だ。あ、これはこれこれでこれじゃダメなのかな。これじゃダメか。ということはこの世界のとで、でよ。もうおお。ワンモアチャンス。よし。ゴーゴーゴー。さて。あ、これを壊す。いいぞ。巣はなくなった。なんかごめんよ。ガさん、ガさん。ガの大群が全焼基地に押し寄せているぞ。かなり怒っているな。あ、キノコタケノコ戦争。全焼基地はお前のトライブのものとなった。キノコだな、キノコなんだよな。タケノコもいいけどね。お前は彼らを弱々しくしたというが、彼らは諦めないそうだ。バナナ返せ。シーフーが感謝を述べている。ありがとうございます。トライブも力を増しているぞ。ね、あ、全焼基地ショップ開店。かわいいな君たち。ねは。てってれれってって。いいズボンだ。あ。敵の第二全焼基地の占拠において素晴らしい働きをしてくれたから。やったー。トライブのカラーを身につけて構わないと。仮面。仮面。ありがとう、嬉しい。血によってお前はこの道を切り開いた。ありがとうございます。ちょっとちょ怖いけどね。ちょっと鎧もろたよ。鎧もろた。もう超仲間になった感じだよこれ。リラックスしすぎないようにな。注意された。おお。よし。でも鎧重いからな。これ強いのかな。14。こっちの方が強いんだよな。いい帽子だ。ちょっとでも、ちょっとそろそろ。金備えるのはないのかね。顔なし。これはちょっと胴体ジャグニジャケット17。ああまあまあね。これなんかこれ生かしたシャツだ。ふざけすぎてるのこれ。あら、スカートとかあるの？ワイドスカート。いいズボンだ。いやふざけすぎてるなこれ。とりあえずもなんもねえからさ。ちょっと新しい服が欲しいですよね。もらった、そうもらった。やばい人だよこれ。やばい人なんだよなこれ。お前がギズモと出会ってよかった、うん、噂によると彼はお前のために小さな緑のものを作ったそうだ。あ、あれだね、オートマトンだっけ。やべえ人なんだよな。なんかいいやつ欲しいよね。とりあえずあの全焼基地を抑えて
なんか何かくれよ。ターボよママ。サブノーティカステーション。なよざきりヌボサーク。何かくれってばよ。おいし。ぬいかよきゅう。近くにほとんど誰も知らない興味深い場所があるらしいが、今はそのことは話したくない。説得。ナミシ、ウンナン。秘密を暴くには論理的な理由が必要だ。姿勢が下がる。信用してくれ。お前ほど利口なものに隠し事をするのは難しい。やっと場所を教えてやってもいいが、いずれは自分で気づくだろうと言っている。どこです？あ、なんかいい場所がある。ピープマユーナマユー。お前のような友がジャグニのために第二全勝騎士を占領してくれて喜びにと。かわいい。あれ？え？ちょっと待って待って待って。顔を見せてくれ。顔。かわいい。ちょっと待って。ああ、なんていい景色。たまにこう、ああ。ヒゲビーニーアーマー、そうね、新しい装備が欲しいよ。そう、とりあえず今のところ強さ的には問題はないからな。お、矢探し、矢探し。羊ビーニー。さっきの帽子は結構あれじゃないですか、強めでよかったんじゃないの。これヒゲビーニー、これあ、これちょっと待って、ヒゲビーニー、どう、体力どれぐらい変わるの。これそんな変わんないよね。これにしよう。ちょっともうちょっとこうゴツゴツしいんだよな。これはこれでいいよね。これで成功させるには経験値が足りなすぎる。あ、違う、生かしたシャツだ。で、背中はすげえの背負ってんな、これか。レベル18。これで、足これで結構スマートになったんじゃないですかね。これ可愛くなったんじゃないかな、これ。怪しくなる、うん、これでいきましょうかね。さすがに敵キャラ集がすごいな。あの、よし、うん、今後ジャグニと比べて今のロータスの弱さは。はい、気をおろそかにし続ければそれは根元から死に絶えるだろう。お前にまたなと言っている。そうなんだよな、生命の木をどうするか悩むところだな。よし、飛ぶ。空が灰色に変わっていく。全部のドアにルパルパンの引っかき傷があるな。
遠くの友達と話したいんだろう。言いたいことはたくさんあるのに時間が足りない。それを解決してくれるプリンプロンブースを直してくれないか。それを解決。どこで？中にあるものもあれば、外にも見つけやすいものがあるそうだ。探せばすぐ見。プリンプロンブースはこの辺りにはないが、大きいからすぐに見つかるはずだ。プリンプロンブース、見つけたら通話できるように接続してほしい。そうしたら遠くにいる友達とまた話せるようになる。え、電話？電話とか？世のため、民のためだな。そうそう、うん、プリンプロン、プリンプロンブース、ちょっと待って、プリンプロンブース、プリンプロンブース、プリンプロンブース。で、私は今、そう、ドライブセンスをやっているだよ。これか、これだよね。お店屋さんだけど、いろいろ売って、そう、プリンプロンブース、プリンプロンブース直す。あれ、ちょっと待ってね。サイドの方にあるんだよね、これ。あ、結構いろんなところにあるんだな。うんうん、これか。とりあえずまだちょっと遠いから、とりあえずあれかな、あのこっちかな、敵の前哨基地を。プリンプリン、プリンプリン、うん、プチンプリン食べたいな。で、プリンプロンブース、プリンプロン、プリンプロン、口に出して言いたい単語で、プリンプロンブース。よし、次行ってみよう。あ、ここってもうやったのかな。どれどれ。マーキングしてない？すごく暖かいな。今この黄色い、黄色いさ、これをマーキング、マーキングだよね、これね。黄色はペンキかなんかってことでいいのかな。結構いろんなところに行かないといけないですね。と、あー、いい景色。プリンプロンブース、言いやすいっちゃ言いやすい。コンボ、コンボにしよう。コンボ強いからな、うん、絶景だね。ペンキだよね、ペンキね。これはクオレルスポット。数多くの戦いがこの地で繰り広げられた。またいるね。お、え、やば。とりあえず敵でいいよ。敵だね、君は敵だね。あ、これはすごいね。吹っ飛ばしてやれ。あ、意外と食らう。
ボックストーツ、ボックストーツ、わあやばい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 、これはあのファイヤー武器の方がいいかもしれんな、やばいっぱい、回復とりあえず、とりあえず回復して、あれ津波、津波トラスト、頭蓋骨を割ってやれ、おお強い、火が上昇したぞ、体力は残り半分だ、あやばい、吹っ飛ばしてやる、やばい、やられちゃったの？私の味方の人は。よし。オクトス。これだよ、これこれこれ。元気回復だ、うまく当たった。うまく当たった。よし。ふう。あとちょっとやりました。イドゥンスラム。スティッキーフィンガーが出ないね。あれはでも通常攻撃だからかな。よし。え、なんだ今の鳴き声が聞こえたぞ、何か
珍しい光景だ。よく見ておいて。何我々を含めた野生生物は絶滅の危機に瀕しているのだ。また肉食者だ。奴の食欲を止められるものは何もないな。あのノートはもう…え？ミートイーターは世界破壊世界。徹底抗戦してノートを守り。おお。やめろ！ルパルパンじゃん。ルパルパン。何しとんで、何しとんで、許さん。何してんだよ。ボックスト。ルパルパン、あれ？また行っちゃった。私が助けました。そしてこれをお食べ。馬にしっかりしがみついて離すな。おお。カタカタカタ。そして私はこのガラクタを。おお、この先にプラスティープラストがあるぞ。乗り物を手に入れた。よし。どう？よいしょ。あ、ごめん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 。お？君は誰だね。町の人かなんかですか。こんにちは。ん？なんか花があるね。何これ。あー、毒沼じゃないこれ。大丈夫？大丈夫だ大丈夫だ。誰？いた。ちょっと待って。あすまんすまん。こってやはりダメだった。ダメだったんだこれ。すごく暖かいな。あれ？ちょっと危険すぎたか。あっち側なんだけどな。橋を渡る感じかな。もほろもほろ。確かに。馬なのに鳴き声はめえ。またよそ見してると落っこちちゃうとかね。そうなんだよね。水中で死ぬ確率が非常に高い。よし。だったかだったか。このなんかこの水の色の違いはもかなんかかね。腕やってやるって。ほら。ロンプ全勝騎士だ。ミリアドトライブによって磨かれている。よしよしよし。ありがとよ。あれ？どれどれ。いやこれ完全にマーキングだな。おとといこの黄色のなんというか。この全勝騎士の逃走者だ。おお、出た。ミリアドちゃんじゃないな。自分の前哨基地が侵略されるとは思っていなかったが、うん、お前が彼の敵と協力しているのを見て納得できたそうだ。侵略？招待もしていないのに悪意を持って乗り込んでくるのは侵略と大差ない。彼は幻想など抱かない。これが最後の防衛網だ。見張りを倒せば倒産してくるぞ。あー、結構強い。よし、ミリアドだ。ミリアド、こんな感じ。
リーをちゃんとやんないとね。あれ、あ、え、え、え、食べられ、食べられた。よし。ボックストス。おわす。ボックストス。痛いじゃん。ボックストス。ミリアドちゃん、ミリアドちゃんこんな感じなの？マジか。お前は彼らを弱々しくしたというが、彼らは諦めないそうだ。あれ？シーフーが感謝を述べている。ありがとうございます。トライブも力を増しているぞ。ありがとうございます。ショップ開店。今のミリアドちゃんだったんすかね。確かにヤドランっぽい。敵の第三前哨基地の占拠において素晴らしい仕事をしてくれたから、要塞の守備も弱まって攻め込みやすいはずだと言っている。戦いに、争いにか、争いに中止符を打つんだ。できる限り敵を蹴散らし荒らしてきてくれることを願っている。へえ、10になったけども、これで私はもう運運運を上げていくスタイルよ。で、あれなんだっけ、再ポイントが必要なんでしたっけね。あのキノコ、キノコとかこれかな、アップグレード。非オートマチックライフルの攻撃が与えるダメージが増加。リロードをちょっと早くしておこうかな。クラフトでなんか強い武器作れます、作れますかね。そう、クラフト、なんか頭これしか改造できない。新規近接武器、これ何、これすっぽんじゃんね。とりあえずなんか選んでみようかな。これどう、ラバーグリップ、ラバーグリップ、素体があれだね、すっぽんだよね。で、結構まだ素材がいろいろ足りないよね。これも注射器でダメージが164とか。それだとまだこっちの方が、そう、キポキポのやつ、すっぽん、まだとりあえずあれだね、ミリアドちゃんを倒すにはまだレベル10だから、まだあれかな。今んとこまたスカートを手に入れてしまったよ。
ちょっとなんかラバーカップな、要塞へ向かってみるか。とりあえず結構遠いけ、遠いんじゃけど、もう要塞、要塞はどちら、えれ遠いな、あれここ、ここだ、行くか。ミリアドちゃんを、じゃあちょっとミリアド要塞だから、ちょっとミリアドちゃんを、そう、レベル上げしながら素材集めだよね、多分ね。森の散策に及ぶものはない。倒せるかな、今レベル10だったよね、ミリアドちゃんっていうかさっき出てきた人ね。なんかちょっとサイドクエストなんかやりますかね、新しい武器を。ていうかここのこれなんかチャグトンネルに新しい武器を拾えにちょっと探索しに行きますかね。ちょっといい装備を。皆さんどうすかね、あのなんだろう、探索系って画面とかどうでしょう。ね、なんかこういろいろ拾いに行きたいよね。ちょっとなんかアイテムをちょっと拾いに行きましょう。大丈夫ですかね。お、マオさん大丈夫です。かわいい。よし、じゃあちょっといい装備が欲しいよね。あそこに行くにはどっから行ったらいいんだかな。で、橋を渡る系かな。えっはっは、えっはっは、えっはっは。で、あ、ちょっと待って、ここじゃないな。この橋を渡っていくからこっちか、こっちかな。あ、23時になりました。最悪眼球を外すので大丈夫です。すごい。今日何時までやりますか。まあでも12時には終わりたいなという感じではありますけども、ちょっと悩みどころですよね。あの向こう側から回ってくんじゃないかと私は思っておりまして。眼球を外す、コスモさん、はて、あ、一瞬穴が見えた。またショートカットしようとしてすぐ死ぬからな僕は。日中は活気にあふれているな。カサカサカサ。できた。内側から。おお、私の
僕一つ強い。やっぱでも銃の方が強い気はしないでもないな。よし、今なら入手可能だ。よいしょ。こうやってレベル上げをしながらも、かわいいねこれ。ぽよん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 。あの中どうやって行くんだね。よし、とりあえず渡れたけど、でここもまたあれかな、水、あそこから行けそうだね。テレテテテ、どう、よいしょ。よし、じゃあそろそろあの この時間になってくると丸太が先に寝ようとする。あ、これたこれた、ここだにゃ、ここだね。ここは気をつけないと抜け出せなくなるかもしれないぞ。れ取れてるね。ここは来てるかな。あ、ここなんかクリアしとるじゃないの私。あれ、いやクリアしとるじゃん。え、でもハテナって出てきてるよね。チャグヤード行くか。チャグヤード、チャグヤード行きますかね。チェルタは寝てますね。チェルタさんは寝ております。ちょっとチャグヤードに行きましょう。チャグヤードにね、よし、ガラクタいっぱいあるじゃろ、チャグヤード。よいしょ、よし、草むらから飛び出してくる。よいしょ、ここかな。よし、行きましょう行きましょう。そう、チェルターも寝て、マルタもそうだね、眠そうだね。なんか怪しいよね、檻になんか動物もさ閉じ込めてたりするしさ。この区域は息切れして死にやすい。え、注意しろ、呼吸が半分なら命も半分になるぞ。ハザードゾーンを発見。これらのゾーンは危険に満ちた広大なエリアです。うかうかしていると命取りなので要注意。ハザードゾーンにはハザードゾーンにはいろいろなタイプがあります。バイオハザード霊寒霊、これは何だろう、消熱、放射線、低酸素のデッドゾーンなど。キャラクター作成中に選択したギアと体制によってハザードゾーンで生き残ることができる時間とハザード武器から受けるダメージが決まります。なるほどね。やばいじゃん。これは全ての終わりを意味するかもしれないし、全ての始まりを意味するかもしれない。あ、でも酸素スーツがあるってよ。行こう、とりあえず。あれ、酸素スーツは、僕の酸素スーツは、酸素スーツ、酸素スーツ、あれが探している残り物だ。オッケー。え、暗い、
宝の匂いがしますね。あ、ここが酸素ゾーンなんだね。低酸素ゾーン。あ、なんもない。天敵がある。よし。行ってかよー。よし、暗いね。お力、お力をください。なんかやべえ海、やべえ海だけど、上階、あ、またなんか、あ、砂がある、砂上に行きたいけど、暗すぎ。あっちから回っていくか。じゃあちょっとこっちか、もう、やば、なんかすべてがやばいよ。でもこの中になんかいろいろお宝があるって書いてある、書いてあるよ。もうすぐ暗くなるぞ。もうすぐ暗くなるぞってそういう意味です。病院っぽいですよね。音、お宝の音。もうすぐ暗くなるぞってそういう意味。ここは気をつけないと抜け出せなくなるかもしれないぞ。酸素がない。おっとっと、この上ですよね。近いっちゃ近いで、あ、登れるね。黄色いところは登れるって聞いたことあるよ。ほら、よし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 、登れた。宝はねえか。あ、ここにある。これまた。バランスが肝心だ。てってけっててっ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 て、愉快愉快。あ、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 ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、また。どう？どう？あ、ダメだった。あー、綱渡りね。バランスもね、マーさん 100% になったらワンテンポ置いてお打仏ですか。地下では気温がちょうどいいし安定しているのが救いだ。そういうことなの。一気に行くっきゃない。よいしょ。私のどこがバランスが悪いというのか。あ、危ない危ない。よいしょ。このひどい匂いはなんだ。いや、ペッペッペ。バイオ災害が近いぞ。ここには来たけども、コンテナボックス、あ、で、ここだ、こっちだ。よし、オッケー。あ、あー、おかしいな。お気楽をお宝探しの旅に来たはずが、死にまくるんじゃが。ここは気をつけないと抜け出せなくなるかもしれないぞ。せやな、行こう。時間が経つとちょっとあれなんだ。これまず、このひどい匂いはなんだ。バイオ災害が近いぞ。ジャンプスタート。セーフ。メックトンの部品ボックスを見つけた。
この箱は世界中で見つけられメクトのカスタマイズ用の部品が入っている。ほいほい、これか。あ、これさっきあったやつだね、メクトンの部品。ボトミック。 OK。 で、僕のおしゃれ装備は、おしゃれ装備はどこに。まだあるはずなんや、わしの装備はあるはずなんや。私の装備があるはずなんですけど、見かけませんでした。こういう時は、ね、この世界の、装備は戻れって言われたけど、てい、やばい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 よやばいよやばいよやばいよ。バランスが肝心だ。よいしょ。ここかな。あったー。あー、部品か。ツリーボブ。まあでも以上かな。ここにはパズルはないのかな。よし、帰るっちゃと。ギズモ、ギズモ。ひどい頭痛に見舞われるかもしれないな。よし、帰って報告だ。よいしょ。ていはーと、どうぞどうぞ。この人は何をしてくれるんですかね。どうぞ帰るっちゃよ。帰るぞ。やばいよ。それだけあればメクトンの機能を修復できそうだと言っている。うん、エンジンと燃料補給機、銃、それに収集ネットを装備できそうだ。だが装甲はないし、酸素の供給も十分じゃないらしい。収集ネットとは、地面から価値のあるものを回収するために仕掛けたものだ。大抵ドロドロのグーの下にネットを使えるスポットが隠れている。これもあれだね、地面と水から。彼はメクトンのキャノンに着手しているんだ。いい感じの弾が必要らしい。ガラクタを、ここで言う弾とはスクビップのことだ。正しく訓練すればジャンボパフの気をそらせるようになる。うん、スクビップを見つける最善の方法はムーグと話すことだ。彼は終末の大災厄の後に生き残ったあらゆる生物についてくまなく知っている。残念ながらムーグのキャンプはスティーブディーポにあるから、お前はデッドゾーンのさらに向こうまで出向かなければならない。ムーグのキャンプはスティーブ・ビーポにあるから。ムーグを見つけたら彼がスクビップがいる場所まで案内してくれるはずだ。何言ってるか分からないって。え？ムーグのキャンプはスティーブ・ディーポにあるから入ってこないで。まあ、向こう側に行かなきゃいけないから。あ、スクディップ。ムーグ。彼は少し変わり者だが、物知りだとギズモは思っている。すべてのマンスターや生き物の居所を熟知しているそうだ。マンスター、マンスター、モンスターじゃないの、マンスター。ムーグは知っている。また人の名前か。ムーグはどこにいるの？ムーグはどこにいるのかい？
ひどい頭痛に見舞われるかもしれないな。いや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 、やばいねこれ。ひどい頭痛だし、これ泳いでいけたりするのかな、私のあのなんつうか、あのいろいろさもらったじゃん、あのこれこれ、あれこっから呼び出せない、これ絶対絶対お亡くなりになるやつだよね、これ言ってもってか、やばいやばいやばい、これはこれはこれはダメな、ダメなやつだ、こっちじゃないだ、燃料切れだ、それはしかと、確かに、まあ、ここで寝てんな、うん、めちゃ見とるけども、これは全ての終わりを意味するかもしれないし、全ての始まりを意味するかもしれない。ああ、装備整えてから挑むエリアなのでは、そうかもしれん。そうなの。越えなきゃいけないっつってたよね。あっち側回んなきゃいけないから、ちょっともうちょっとあれだね、強くなってからかもしれないね。これここだもんね。残骸ボックスもあるけど、あのモヤモヤしてるとこの先だよね。これは、あ、これあれだよね、あの最上さんを抱きしめに行くやつだよね、これ多分。捕虜の運命って、うーん、ちょっと近すぎてあれだな、このハテナは散りましたよね。僕はボタンを押し間違える。このハテナは何なのかしら。捕虜見つけに行ってみましょうか。うん、そう、ハグのやつ、ハグしに行ってみっか。ちょっとこれだ、ループでてってれてってってーてってー、捕虜の運命決定。23分の2ってさ、あれだよね、23人もおるんかいっていう。あれ、ここ、あ、こっち側だね。僕なんかあの海に行くやつをさゲットしたよね、あれって輸送じゃないのかな。ここで、僕の乗り物ちょっともう一回ちょっと聞いてみるか。喜んで話してくれそうだ。隠さないで。ジャグニトライブは誰よりも懸命に働いて尊敬を、知ってることを全部話してくれ。気をおろそかにし続ければ、他に行くべき場所があるの。喜んで話してくれそうだ。何をするんだったか忘れた。シンクディンクにいるガルフにあって、グーグライドに供給する十分な数のクワックを持ち帰る必要がある。
ウィズは本当に有能だ。お前たちは素晴らしい友人同士になると言っている。さようならだそうだ。さようなら。さいなら。喜んで話してくれそうだ。時間を割いてくれてありがとう。また会うだろうと言っ。ワイの。クエストが追跡された。とりあえず。捕虜行こう。捕虜あれ、ほう、ちょっと待って捕虜これ、これ、うん、これ行こう。ここはどこ、こっちから行くのか。ここから出て乗り捨てたままかな。次回までに。太陽があっという間に昇る。ここで持ち物なんかでもどこでも呼べるぜって言ってたよね。あれガラクタの山だ。どこでも呼べるぜって言ってたよね。あ、これか、これだ。下ボタンだ。何これ、メックトンって。何、召喚、これだね。なんか呼び出せるようになってるじゃんね。なんかロボットもらっとるんじゃん。これ召喚。怖いね。こんちゃ。あ、何やってんの。うわ、びっくりした。急に立つからびっくりするじゃん。おお、みんな寝て。この上には何があるんです。お宝。あ、パッド。はいはいはい、ありがとうございます。よし。やっぱこういろいろ行かないといかんのだね。よし。で、捕まって。リートの盗賊一味のキャンプがある。気をつけろ。お、キャンプです。いるね。吹っ飛ばしてやれ。
話が違うんですけど。体力は残り半分だ。あれ、なーに？エネルギー？私の…ちゃちゃ、大きなヘルスパックじゃない。あー、やってしまったー。コッパーたち、コッパーたち、コッパータッチ。コッパータッチとは、ちょっと待って、いや、コッパータッチ、タッチ、よし。大丈夫だったよ。心配してくれたの、ありがとう。森の散策に及ぶものはない。めっちゃ見とるな。いました、いました。いたよ、いましたよ。ほら、助けようね、助けようね、助けよう、助けよう、助けようね。マンタさん、はっはっ、今は、あれ、あ、これでいいか。よし、ちょっと待って、ちょっと、助けないの？助けるよ、助けるよ。ほら、ここに置き去りにされたまま生を終えるしかなかったというのに、こいつは前向きなようだ。お前には思いやりの心があると聞いた。はい、あります。困っている者がいたら助けてくれるだろうと信じている。はい、お前の両親のためにも正しいことをしてほしい。お前の行動の良し悪しを判断するのはお前自身なのだから。何だろう、もう手助けしようね。お前の決断に感謝しているぞ。ちょっと待ってくれ。よし、あぶね、あぶね、すいません、失礼しました。ほら、逃げろ、闇よ逃げろ。ん？よし、どけ。レースじゃないんだ。そんなことを言うのはお前が負けているからだ。だからといって私が間違っていることにはならない。いや、他にも君の間違いを示す理由はたくさんある。サイポイント5、オーラかすかな光、まだですね。
ちょっと不服申し立て、わしと遊ぶんやっつって、はい、まーちゃんお座り、おーグッドグッバイ、お手、痛いっすよ。はい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 、ちょっとちょっと丸太くんタイム、ちょっとあれだな、ミリアドちゃんは次回かな、ちょっと待って、あー出て出て出て、あらあら、おじ塾だよ、おじ塾だよ、おじ塾だよ、手だよ、ふぅ丸太さんタイム、よし、じゃああれだな、ミリアド倒しに行こう行ける気がするよ、僕はもう今ミリアドちゃんを倒して終了だ、行くぜ。あ、生配信丸田さんと遊ぼうのコーナー、いやー、なんか丸田さんとね、完全に真っ暗だな、遊ぼうのコーナーっていうかね、なんだろう、今ね、なんかこう、まあ、もがみさんも言ってたけど、外ロケとか行けたらね、キャンプとか行きたいんだけどね。でもね、今なんだっけ、丸田の散歩動画で、あれ代々木公園のやつをね、今絶賛制作中なんですけど、あんまりね、ずっとでもね、散歩動画なので、丸太の、まあ、基本お尻しか映ってないね、お尻をずっと映している感じの、っていうかさっきのこのさ、ロボットっていうんですか、これメックトン、これメックトン召喚、これ戦いにやってくれんのかな、これすげえ、めっちゃなんかめっちゃ仲間いっぱいおるやん、ちょっとあれだね、僕もちょっとこの強い装備で行くか上で行くかな、成功させるには経験値が足りなすぎる、これが一番いいのかな、 OK、 よし、これで行ったろやないかい。え、つたかにみそさん、ラジオで言ってた線香花火持ち歩きを動画にしてほしいです。いやー、お、結構おすすめですよ、線香花火は。結構僕なんだろう、飲んだあと一人で帰る時に線香花火をこうやってね持ちながら、こう川沿いとかを歩くんですよね。要塞、もう僕はすぐ迷子になるからな。あ、よし、行こうじゃないか、ジャグに。さ、やってまいりました。いや、なんか自分じゃないみたいだな。じゃあ行くぜ。よし、行くぜ。これがトライブの最後の抵抗だ。この要塞を制圧すれば、トライブはお前の指揮下に入る。マジか。オッケー。
準備完了。よし、それでこそと言っている。スリングローバーでお前を飛ばして壁を越えさせる計画だ。うん、万が一に備えてヘルメットを確保してほしいそうだ。飛ばしてくれんの？ヘルメットどこ？探してくるといい。え？ヘルメットはフリーサイズだからすぐに見つかるはずだ。ヘルメットフリーサイズ。透析機飛行だって。すごいな。ヘルメット。ここは入れるんだよね。多分ね。あれ？川の向こう岸にはどうやって行くんじゃろうかい。チケット売ってないもんね。チケット売ってないが、しかし でもここあれだ、ミリアドちゃんとこだもんね。安全棒を入手するとおっしゃいますと、あ、こっちからか、こっちからか。ヘルメット急にホッパータッチ、あ、外した。やっぱ私コンボの方が相性がいいかもしれぬ。えい、よいしょ。これがスティッキーフィンガー。おおおお、いったそう。津波トラスト、違う、津波スラスト。いくぜー。森の散策に及ぶものはない。オーケー、任せて。ヘルメット入手してみせる。でかい人、よよ。でかい人、ちっちゃい人。お。よし。コックストスの合間は、コックストス結構強い。コックストス強い。よしよし。またなんかしようとしてんじゃないだろうな。吹っ飛ばしてやる。でよし、ヘルメット、あら、なんかかわいいヘルメットを手に、あれ、入れました、私ヘルメットを手に入れたのか。なんもないな、帰ろう。よし、え、ヘルメット手に入れた、私、え、頭、ワケツヘルムじゃないよね。これかわいいな。クレイジーフェイス。よし。なんかあれかな。
明るい時間は一日の始まりにぴったりだ。手に入れた。シーフーのところへ戻る。ジャグニー、ジャグニー、ヘルメット手に入れたよ。よいしょ。弱点を狙うんだ。思い切り苦しませてやれ。え？大乱闘を引き起こそう。お前は彼らの釘を打つハンマーというわけだな。あ、手に入れてる。うおー、なんだろう、扱いがひどすぎない？扱いがひどすぎません？おや、ジャンプ。あれはファイアスターターだ。ファイアスターター、ファイアスターター。干し草は簡単に火がつきそうだ。火が必要なら火花を起こせばいい。燃やせ燃やせ。光より明るく燃えるな。やばいな。当たった。トス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 、ボックストス。トス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 、ボックストス。上がりだ。キツネのトス、キツネのトスっていうのかわいいね。ナイスナイス、グッバイ。この銃を欲しいな、この銃欲しいな。これは全ての終わりを意味するかもしれないし、全ての始まりを意味するかもしれない。僕、悪いことしてる？これであれだよね。この両親の痛みすらも今後の物語の礎になるということだ。誰もいないね。そりゃそうか。
かわいい。今なら入手可能だ。かわいい帽子を拾う。よし、レッツゴー。これは何？またここに乗って飛ばされるんじゃなかろうか。あれがプライオシズラだ。すごい、あの風がすごい。え、あ、要塞に向けてパイロシズラを発射？発射。見事なパチパチ音だ。すぐに直して重々いう状態にするんだ。どういうこと？パチパチ音で重々いう状態って何？重々いう、重々いう状態。ワイヤークローならゲートも破壊できそうだ。すげえな。まっすぐ狙って撃ち、引っ張るだけでゲートが降りるはずだ。誰かいるのか。ミリアドトライブはより偉大な善と名誉の規範に基づいて行動する、はい、彼らはトライブ同士を団結させることこそが平和を取り戻す唯一の方法だと信じているのだ、うん、こんな結末は思ってもみなかったが、団結よりも戦いを選ぶ理由などどこにもない。戦いの後には何も残らないからだ。まあそうだけど、まあ、賛成だ。お前にトライブの運命と要塞を託すだけの理にかなった説明を聞かせてほしいそうだ。え、何？戦ってばかりいるなら味方にはなれないと言っている。味方？え、今話し合いをしてるのか。乗り込んどいて。え、ちょっと待って。理にかなった説明を聞かせてほしい。トライブ、戦うつもりはない。自分の考えを超えてみせる。生存は十分に論理的な理由だろう。戦いたいんだよ。ないな、なんかちょっとよくわからない。え、おこれの方があれかいいのか。これな、このゲームなんか交渉みたいなのがあって、それにもね、交渉術みたいなのがあって、ここで選択どうしよっかな、これね。これが一番いいよね。生存は十分に論理的な理由だろう。みんなで生き残ろう。知性マイナス1。お願いします。説得力のある話を聞いて彼もこれが最善の道だと同意したそうだ。お前に要塞を明け渡すと言っている。ありがとう。あ、敵のシーフーは倒された。彼のトライブの運命はお前が握っている。お前は彼らの運命を選ぶことができるが、その結果は良くも悪くもお前に返ってくる。敵のシーフーの運命はお前が決めなければならない。彼は慈悲を示すつもりはないらしい。お前にもそうしろと言っている。バナナ取られただけだからな。いやー、仲間に入れてやろうだけどな。僕アマちゃんかな。仲間にバナナの恨み、バナナの恨みはね、ないないと言えば嘘になるけど、でもお願いします、仲間に入ってください。お願いします。彼はお前の考えを理解している。敵の中にこそ味方を見つけることができるという考えだな。そうなの。かくしてお前は運命の道を歩み出した。良くも悪くも後戻りはできない。
彼らは共にある。よかった、世界の秩序と安定が再び成り立つ。あー、よかった。敵の要塞でシーフーに戦いを挑むには、僕の思い敵の前哨基地を制圧し、トライブを十分に弱らせる必要がある。バナナはそう、ポンタンさん、昨日の敵は今日の友。オッケーね、バナナもね。あー、出た出たネトラ。え、敵のトライブを倒し、彼らの今後の運命を握ったぞ。シーフーも満足そうだ。だが彼はまだ世界の運命を封印することを熱望している。え、今なんかめっちゃ怖い。生命の木が倒れるのは時間の問題だ。怖い。彼はまだ世界の運命を封印する。あ、なるほどね。世界の運命。運命は不公平なもので、恐れを知らぬ者を好む。何が何を救い、何が何を破壊するのか決めるのはお前だ。初めて会った時に比べて、全てを救ってみせる。ルパルパン以外。そして今、トライブはお前がその力で残りの敵を撃つことを期待している。弱かったということは、お前に起きた全てのことがお前の強さにつながっている。よし、現実に戻されるね、この顔。え、ちょっとじゃあ武器ちょっといただきますね。ありがとうございます。ミリアドのブーメランだ。あ、ブーメランいいじゃん。ブーメランいいじゃない。ブーメラン、ブーメラン、ブーメラン、ブーメラン。ギアでブーメラン。でも遠距離かな。あ、遠距離か。でも強い。ちょっとでも試してみますか。まだ本振りにはならないようだ。おお、すごいな。え、でででですごい。これブーメランと銃がいいね。ねブーメランと銃がいいよね。銃はちょっと私手放せない D、 手放せない D や。ちょっと待って。あ、二丁拳銃をアンロック。ちょっと番号をアンロックして、ツインシルバーベル。ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいね。遠距離。待って。これだよね。これ。で、ハンド。これで。これで、いけたことはないか、これ。ブーメラン。でもこっちかな。とりあえずね、ブーメランもいいけどね。へい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 。ブーメラン、ブーメラン。いや、てかなんていうんですか、僕の大好きな、とりあえず私は。お前が満足ならそれでいい。
運でどこまで行けんだろうな。大丈夫かな僕。再ポイントが5。光ってる。雨が降っている。さあ、もふもふ天国よ。おお、これ次あれだね。まさかなんかネトラさん、次ネトラさんだけど、これこのままさ、なんかジャグニーについていく感じになっちゃうんですかね。ねえ、どう、ん、あ、くるみんさん、今日の T シャツいかついですよね。これこれはあれですよ、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのシャツで、ヨンドゥさんがねいらっしゃる。ヨンドゥさん、シリティ・ウトゥンドゥさんじゃないですよ、ヨンドゥさん。なるほどね、次ネトラか。これでどんどん、ちょっと僕でもネトラさんとこ行きたいんだけどな。これでもなるようにしかならんか、なるようにしかならんよね。ミリアードさんとも和解してたみたいだから、ジャグニーとミリアード連合してということですかね。そうかもね。あ、てかミリアードさんどうなってた？ドライブで。いやー悩むな。これはどんどんもうあれか、この3人こ誰、世界がルパルパンの恐怖の叫び声ではなく、もっと心地いい音に満ちていたらよかったのにと思っているそうだ。本当だよね。ラジオニックがどこかの廃墟に眠っているのを思い出したらしい。遥か遠くから放送を聞くのを想像してみろ。どうやってラジオニックを聞くの？電源が入っているなら耳を澄ませばいいだけだ。彼らは最近それを見ていないが、近くにあるはずだという。ラジオニックに目を光らせるんだ。耳と言った方が正確かな。壊れているなら修理が必要かもしれないが、それは問題ないだろう。誰かをスパイする。ルールは使える。お前はそれをするだけの分別を十分にわきまえていると言っている。うん、ラジオニック探知。なるほど。お、ごめんなさい、すいません、失礼、捕まった。お前に会えて光栄だそうだ。あのバブの少し、お、雨だ。ちょっとこのお面をかぶってるせいで、なんだろうな、モフモフ感が薄れとるよな。なんか可愛い帽子あるかの。可愛いけどね。あ、可愛いね。あ、これ可愛い。これなんかけど、でも帽子かぶんない方がまあモフモフ感はあるよね。これにしよう。買わない。買った、来た、これでいいか。胴体、ここら辺なんかレベル上げてきたいよね。デッドアイジャケットが一番かわいいね。これ
のジーンズ、ジャグニパンツ、ワイドスカート。あ、スカートもかっこいいっちゃかっこいいか、これ。ちょっと待って、ちょっと戻ってて。あー、まあいいっちゃいいよね。ジャストパンツ、エルダーパンツ、ジーンズ。足めっちゃ細いね、ジーンズ。ちょっと細すぎるか。これがかわいいね。これがかわいいな。これにしよう。よし。どこかであの次の写真を撮りたいよね。中の方がいいかな。ミリアドちゃんどこ行っちゃったんだろう。これは全ての終わりを意味するかもしれないし、全ての始まりを意味するかもしれない。ここだよね。次はネトラさん、ネトラさんを倒しに。ここ座りたいな、これ。これでか、これで、写真を撮る。あれ、これ、OK。 オーフ、オートモード。よし、これでいいか。あれ、ちょっと待って。あ、オートモードが溶けてしまった。よいしょこいつなんでここに登ってんだろうなみたいな。あ、これでいいか。これここでいいか。よいしょ、記念写真を撮って。なんでこんな怖いんだろうか。このジャグニのちょうどさ上にさ、落ちらんないかな、これ。あ、ダメだったダメだった、近いなみたいな思ってんのかな。これでいっか。よし、よいしょ。次回ネトラさん、打倒ネトラさんだから、ドライブ、打倒通かなんつうかな、これよね。よいしょ。で散歩。次ちょっとあれかな、ネトラさんかな。ちょっとサイドクエスト系をね、そう僕自分でその終わらせようと思ったんだけどね、結構そのメインストーリー進めながらサイドクエストみたいな感じの感じなんですよね。だからメイン以外のそのなんかできるやつはちょこちょこやっておきますんで、次回ネトラさん。ネトラさんさ、やばくなかった？なんか こんな、なんだろう、結構やべえやつなのかもしらんね。ね、ジャグニさん、お前何しとん。確かに、しかもぐらいさ、ビームっていうかなんかこのなんだろう、変な鎖釜みたいな。そう、やべえ。そうそう、サイドクエストはね、なんかちょこちょこ僕ちょっと進めといて、あのレベルもねちょっと上げれたらなと思ってますので、ちょっとあれだね、メイン的にあの基本的にそのトライブ戦争的なものをやって
まあ、配信だとやっていこうかなって感じですね。そうそう、レベル上げちょっとちょこちょこやっておきます。でまたあのまとまった時間があるときにあのネトラさんの、ね、のところにレベル上げ配信してもいいのよ。確かにね、意外とねあのめっちゃ深夜にやってたりするんですよね。あとねあの基本的に僕いつもそのそんなに喋らない。あ、丸田さん、佐久間さん、丸田さんどこ行きました？下にいます。そうそうそう。あ、くるみさん、これお金とか手に入ってるんですか？前は0円だったので。あのお店あったじゃないですか。あれがあのあそこにその売却っていうのができるんですけど、自分が拾ったそのもう使わない装備だったりスクラップだったりとかっていうのを売ってお金というかお金に変えて新しい装備を買うみたいな感じなんですよね。だからそのガラクタ拾いとかもやりたい。レベル上げ&雑談配信に、ああ雑談、全然あの雑談そうだね、僕が結構夢中になっちゃうからねゲームでね。うん、あそうそう、拾ったのをね売るんですよ。それで新しい装備とかをこう購入できるという、うん、無言配信でも OK ですこうみたいな感じのね。そうそう、あ、星織さん、あのセオリさん、初見だけどすごく面白そう、一から見るのが楽しみです。結構なんだろう、なかなかこういうゲームなくて、その動物がメインでその主人公にして戦えて、ある程度まあこのゲーム特にあの服とかがめちゃめちゃ可愛いので、うん、結構なんかけうなゲームだから、僕自身なんだろう、こういうゲーム増えたらいいのになと思ってて、あ、携帯のゲームとかだと例えばそのライオンじゃないな、オオカミを操作してオープンワールドで、戦っていくみたいなゲームとかもあるんですけど、そうだからね、すごいね応援したいんですよね、このバイオミュータントっていうタイトル。こういうゲーム出すのもなかなか難しいし、昨今ねあんまりこういうそのオリジナリティのあるゲームっていうのがなかなか、そのシリーズものが多いから、うん、あのねねね、あの応援したい。だからただちょっとあの日本語のね役がね、ナレーションとかはすごくとてもいいけれど、あの日本語の役があの結構もうすぐ暗くなるぞ、なんかニュアンスがちょっと難しかったりするところもあるので、そこはあれですけど、うん、そうそうそう、くるみさんファンみたいな感じです。そうね、そうそう、擬音で説明とかありましたもんね、ちかもぐらさん。いや、あのでも擬音で説明はねちょっと面白かったからね、僕的には結構ありだけど、ね、そうそう、夕暮れになってまいりました。そうそう、よし、あ、で、次回なんですけど、金曜日に、あの、もがみさんが、僕がちょっとツイッターにあげたハウスフリッパーを、あの、見たいって言ってたので、あの、金曜日は、ちょっとハウスフリッパーをやろうかなと思っております。うんうん、金曜日の9時
21時から。明日ちょっと枠を取りますね、うん、そうそう、お掃除配信やりたいと思います。くるみさん、結果バナナどうなったのかな。バナナあれ腐ってたからね、食べてたらやばいっすよね。腐ってはないか。ハウスリッパーはね、めっちゃ地道にね、結構あのみんなのなんだろう、ミッションをクリアして、結構お金も貯まってね、トラックと違ってね、めちゃめちゃ儲かってるんですよ。そうそう、ゴミ、そうそう、マーさんゴミから拾ったバナナですからね、ゴミのバナナだからね。そうそう、やっぱ恨んでるかもしれないけどね。もうでもミリアドちゃんももう大人になってるからね、お互いまあなんだよ、ウィンウィンの逆ってなんだろうね、ルーズルーズ、ローズローズ、ルーズルーズルーズ、 You are lose、 ルーズルーズだよね。ウィンウィンの反対のルーズルーズで、僕もバナナ取られて悲しいし、ミリアドちゃんもバナナ食べてお腹壊したし、ルーズルーズなんじゃないかなと思って、うん、持ってるね。まあ、そうね。だからもし、ちょっとね、来週初めがちょっと、ちょっとバタバタしてるんですけど、次回ちょっと、まあ、合間にちょこちょこ僕も遊びつつ、次回のそのバイオミュータントの配信はネトラのところに行く戦い、うん、ルーズ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 、うん、ぜひよかったら使ってくださいということで、じゃあまあじゃあ次回21時じゃない、そうね、金曜日、僕ね曜日は分かるんですよね、でも日にちが分からないんですよ、うん、悲しいことに。なんかあれだね、職業病みたいなもんですね、なんかね、はい、うん、そうそう、うん、しょうがさゆさん、ネトラさんを消毒しに行く、そう、いやー、なんかどんな人なのかもよく分かんないからね、ちょっと次回ちょっとネトラさんにね、うんうん、あ、4日4日金曜日、そう、4日の金曜日はちょっとお掃除配信したいと思います、はい、で早く中谷さんのネットワークがね復活してくれればね、中谷さんもね呼べるんですけどね、はい、ということで、次回は、4日の金曜日、明日枠を取りたいと思います、はい、中谷さんね、そう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 、まだもうちょっとしたらね多分つながると思うので、また来てくれると思います、はい、ということで今日は忘れないようにね、あ、ちょっと待って、ここで、ちょっと待ってね、フォトモード。よし。よいしょ。前回急に切れてびっくりしましたよね、本当に。そう。今回エンディングちゃんとやりますんで。いや、僕もびっくりしたわ。うんうんうん。じゃあ、ということで、なんか、本当はね、なんかね、全然僕、夜中3時ぐらいまで配信しててもいいんですけどね、ちょっとそれじゃあね、 あまりにもなんでねちょっとまた来週のどこかでもちょっとネトラさんを見に行きたいと思いますので、ぜひそちらもお楽しみにということで、それでは、本音チラリなんだろうねそうそうそう、そうそう、あ、そうそうそう、高口さんもね、うん、そうそうそう、みんなね、こんなど平日にね、そう、本当ありがとうございました、うんうんうん
ありがとうございます。平日にもかかわらず、じゃあ皆さん、あの明日もお仕事などなどいろいろ頑張ってください。僕も明日はちょっとね、曲を覚えないといけないので、ちょっと頑張りたいと思います。じゃあ夜中の方が元気なのね。まあ一回ちょっと深夜配信とかもねしてみたいですけどね。まああの ご無理の、あの生放送はご無理のないように、はい、ということで、アーカイブはあの全て残しますので、ぜひぜひそちらでも楽しんでいただきたいと思います。それではではでは、長い間お付き合いありがとうございました。うん、あ、深夜付き合いますよね、一回ちょっとやってみたい、夏休みとかね。ということで、じゃあお疲れ様でした。皆さんおやすみなさいませ。ありがとうございます。おやすみ。